岩田圭はい、では一番何がいいかっていう、何の話してんのかよくあのバックリップやります。お願いします。で、やり方の説明は、まあ、バックリップレギュラーだから、解説しながら。じゃあ解説するから、それを翼にやってもらう。オッケー。はい、じゃあちゃんと説明する。最初バックリップ入るんだけど、ライン取りで言うと、実はあんまエッジ使わない。なんだけど、こうレールに対してこう板が平行ではなく、ちょっと斜め。言ったら本当このラインぐらいで入るんだよね。はいはい。しかもこの辺からもうレールのアイテムの、まあ本当に言ったら5メーターぐらい手前がいいからもうこのライン。で、この時エッジをかけるんじゃなく、はい、本当超薄いエッジのかけ方あるじゃん。はいはい。あれでふーっとこのラインでいくんだ。この辺ね。はい。で、大体みんなバックリップしてこう手前にかけたがるんだよ。はいはい。なんだけど、手前にかけるってなると、特に見えないから、みんなリップ抜けるこの辺で弾いちゃうんだよね。この辺で蹴っちゃう。はいはい。そうすると、かけるのに高さ足んなく、これ低いからだけど、足んなくて、で、怖い。なるじゃん。そうですね。だけどこれをギリギリまでこうやってテール待てればほら当たんない。へえ。結構重要なのはまずここまでリップを待つ。でオーリーしてバックフィフティやるでしょ、うん、バックフィフティみたいにはめていいんだけど、バックフィフティってこうやってはめるじゃんね。バックリップの時ちょっと高く飛んで、あとはここからはもう好きにカコンってはめてもいいし、こうやってちょっと斜めっぽくはめてもいいんだけど、すげえ重要なのこのここ、はいはいはい、ここでできるだけエッジを使わない。エッジ使うと絶対こっちに飛びすぎちゃう。はい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 、なるほどですね。ほんとあんま飛ばないで、あ、飛ばないでエッジかけないで抜けるときもほぼ面ぐらいで、やってみましょう。すごい重要なこれ。これができたら、あとはここからはめるじゃん。はめてビューっていくのは、あの慣れでもある。え、ここにずれますとかっていうのは結局多分こっちができてないからってだけで。なるほど。よし、行ってみよう。行ってみよう。怖いですね。
はい、これだけでできます。あとはだいたいダメなのは腰が折れたり、ちゃんとしゃがめてなかったりするとドーンってなっちゃうから、そこをちょっとチェックし、気をつけてちゃんとアプローチしっかりすれば入れちゃうとね。できたし、すげえっすね。初めてできました。そうで、あとはもうその先のスタイルはね、おのおのだから、ノーズに乗ろうがテールに乗ろうがセンターに乗ろうがです。バック一歩終わり。上がっといて